皆さんこんにちは、九州ハニーズの川端由紀です。今日は耳寄りな情報が入ってきましたので、ある子どもたちに会いに行きたいと思います。早速行ってみましょう。はい、ということでこの公園に九州ハニーズの応援歌を作ってくれているという子どもたちがいるということを噂に聞きましたので、やってきました。どんな歌を作ってくれているのかすごく楽しみにしています。じゃあ早速子どもたちが来てくれているので会ってみたいと思います。こんにちは。こんにちは。こんにちは。二人のお名前聞いてもいいかな。キミヤとソマです。二人は何年生なのかな。4年生です。4年生。ソフトバンクの服が似合ってるけど野球はやってるのかな。はい、やってるよね。一回九州ハニーズの野球教室に参加してくれたよね、二人ともね。はい、その時はどうだった。楽しかったです。楽しかったです。すごいあの赤いユニフォームを着て野球教室の中でもすごく目立って上手だった二人だったので、私もすごく覚えてます。九州ハニーズの選手どうだった。かっこよかったです。本当かっこよかった。はい、まあなんかそういうつながりもあって今回応援歌を作ってくれたんだよね。はい、どんな感じで作ろうと思って始めたのかな。応援歌がないって川端さんから聞いて、うん、金也君と一緒に、うん、じゃあ作ろうってなって、はい、でやろうかなって考えて、じゃあ学校終わって放課後2人で集まってとか、はい、って考えてくれたんかな。はい、めちゃくちゃ楽しみですね、この感じは。それまでなんか女子野球のこととか知ってた？いや、お父さんからは聞いてたけど、うん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 、僕はあんま知らなくて、うん、でも行ってみたら、うん、すごい優しい人たちだったので、うん、応援歌を作ってみようと思いました。女子野球のことはあんまり知らなかったけど、この野球教室で知った時になんか応援してみたいなっていう気持ちになってくれたのかな。はい、ありがとうございます。本当に貴重な2人なのでもうちょっといろいろ聞きたいんだけど、はい、いつもこういう応援歌作ったりとか、なんか噂では動画作ったりしたことあるみたいなことも聞いたんだけど、はい、普段からこういうことしてるの。はい、応援歌とかは作ってないんですけど、うんうん、動画上げたりとか、動画見たりとかはしています。どんな動画を上げてるの。プロスピっていう、うん、ゲームの対戦動画とかを上げたりしてます。あ、じゃあお互いで対戦してるところを撮ってとかってこと。はい、プロスピ私やったことないんだけど、でもすっごい流行ってるよね。はい、特にあの私アカデミーでスクール子供たち教えたりするんですけど、はい、めっちゃプロスピの話されるんよ。はい、それちょっとついていけない私もどうかなと思ってたので、ちょっと今度プロスピやってみようかな。今度なんかよかったら教えてね。はい、ってことでここまで来たらね、ぜひその応援歌を披露してもらえたらなと思うんですけど、はい、なんか一つだけでもここで歌えるものとかあるの。覚えてないか。なんか右打者版と左打者版みたいのがあって、うん、へー、あとキャプテンの。キャプテンいいね。あとチームを作りました。え、どれで来てる。キャプテン。はい、キャプテン行ってみようか。はい、キャプテン。キャプテンの意地ここで見せてやれ、勝利をつかみ取れ、ミキキャプテン小島。うわ、いいね。かっ飛ばせ小島、キャプテンの意地。いいね、すごいね。いいね、いいね。すごいすごいすごい。本格的。もう一個ぐらい見せてよ。右打者の力を今ここで見せてやれ、勝利をつかみ取れ、行け右打者、かっ飛ばせ。すごい。これどうやって考えるの。あ、まずこういうのを作ろうみたいな、キャプテンのやつ作ろうとか、はい、右打者を作ろうとかっていうのを言って2人で考えたの。はいはい、右打者の人が全員使えるような言葉を入れたりして応援歌作りました。確かにね、その応援する側のことまで考えて作ってくれたんよね。はい、すごいですよこれは。企画力だね。本当にすごい。私たちじゃ なかなか思いつかないもんね。うん、まあ、普段それこそユニフォーム着てるしね。ソフトバンクホークスの応援もよく行くんですか。はい、なんかこの間行った、もしかして。行きました、やっぱり。ちょっと噂で聞いたんだけど、なんかすごい楽しみにしてたって聞いたので。どうだった試合。阪神超接戦で負けちゃった。でも応援して楽しかったよね。はい、ってね、あのなかなか多分行
けないね、ベイベイドームにはそんなに何回も行けないと思うんで、そこでやっぱ応援のやり方とかね、うん、見てるからこそこうやってなかなか作れないと思うんで、すごいね、2人ともね、うん、ありがとうございます。本当にありがとう、こちらこそありがとうございます。僕はシュートの F1 チャンネルというチャンネルをやっています。主に選手の応援歌やシュート選手のキャップカットで編集したものなどを上げています。ぜひ見てください。僕はカムカムレモンという名前で YouTube をやっています。まだ YouTube 始めたばっかりで分からないこともたくさんあると思うんですけど、これから動画投稿頑張っていきたいと思います。すごくない？こんなに特徴すごい。確かにTikTok もこの人やった。 TikTok もやってんの？どうぞ。そっちの方がフロアが多い。はい、僕は TikTok もやっていて、自分の名前がキミヤなんですけど、キミタマゴという名前でやっていて、いろいろ動画上げていて、今度ハニーズの動画も出そうと思います。あとこのアピールの仕方がすごい。もうなんか私もじゃあハニーズの宣伝してくださいって言うと、ここまでこうなんかスワスワっと告知上手になかなかできないと思うんですよね。海ね、僕ら来てるのやってるの？じゃあもうそれはアピールしちゃって。どうぞ。 TikTok もやっているので YouTube のリンクに貼っているので、そこから TikTok を開いて選手の応援歌とかシュート選手の盗塁とかを上げています。ぜひ見てください。大好きだね。いやすごいね、リンク貼ってとかさ、すごい。どんな大人になっていくんだろうっていうのがなんかすごく楽しみなんですけど、すごいね、はい、本当も。なんで YouTube を始めようと思ったんですか？シュートが WBC でメキシコ戦で爆走の点を入れたので、そこでかっこいいなと思い、でもっとシュート選手を世界の人とかに知ってもらいたいなと思い YouTube チャンネルを始めました。僕はちっちゃい頃から YouTube 見ていて楽しそうだなと思ったので始めました。すごいよ、もうこれは仕事だね。仕事レベルの熱意を感じる。すごいね。もう私こんな小学生2人になったのが初めてですか。ハニーズのことも挙げてもらえるようなことも言ってくれてたので、楽しみにねしたいと思います。これからも野球に、学校に、動画配信に頑張ってください。はい、頑張ります。じゃこれからも応援よろしくお願いします。はい、わかりました。ありがとうございます。4月13日と4月14日の2日間、春日公園野球場でハニーズの開幕戦があります。僕たちの応援歌を歌って一緒に応援しましょう。待ってます。